どうも、複数ドーパミンのアルカディアです。はい、ということでですね、今回はですね、多分この、動画の前に最近のビジュアル系についてっていうのが、投稿されてるとは思うんですけども、今回はね、その中でちょっと触れてなかった、あえて触れてなかった、ちょっとニュースがあるので、そちらに触れていきたいと思います。あのビジュアル系バンドが復活します。そう、ヒーローです。はい。ヒーローの、活動再開っていうのは、実際のとこは5月に、告知されてて、この日に、ライブをやるよっていうのが告知されてたんですけど、そのライブがですね、12月6日、恵比寿リキッドルーム、ヒーロー活動再開ファーストライブ。ということで、明日なんですよね。活動再開ファーストシングル、魔法をかけてという曲をですね、2020年の1月21日に販売決定と。で、かつツアーもやるらしいですね。ヒーローは、こう、世代としてはダウトとかビストリップ、キリュウとか、あとデイジストリッパーとかとか大体こう、同期ぐらいなのかな。だから多分同期だな。ビストリップとかキリュウと同期だ、多分。うん。ヒーローは、あんまりこう動画で触れてきてないですけど、僕としては、やっぱり手のひらとか、だからどうか、せめてこの手が、黙ります。今の曲は手のひらって曲なんですけど、めちゃめちゃいいんで、ぜひ聴いてみてください。あとはね、やっぱソプラノとか、めっちゃ聴いてましたね。うん、ソプラノマジでハマった。でも、一番最初にハマった曲が、25億秒の使い方っていう曲で、この曲に至っては、多分、ほんとビジュアル系全然知らん時にハマってた。うん、あんまり、すげえ前だわ。だからほんとビストリップとかハマる前かもしれない。に、兄が、また兄なんですけど、兄が家で流してて、この曲めちゃくちゃ良くないみたいな。いつだって隣で一緒にっていう、こうマジ結構泣ける系の曲だと思いますね。感動できる曲ですね。本当この曲はでも今でも聴くときは聴くから色褪せないな。ソプラノもやっぱ今でも聴くとき聴くし、手のひらも今でも聴くとき聴くし、やっぱあとは To You とかね、こうやって目をヒーローって、なんか本当にヒーローだなっていう、こう曲調があって、やっぱそれにこうハマると結構いろんな曲で、こう、どの曲もハマるのかなっていう。ヒーローは結構初心者入りやすいっすね。ビジュアル系初心者入りやすいっすね。結構爽やかっす。でもまあ、なんだろう、それしかないってわけじゃないけど、笑わなかった少年とかを結構またちょっと雰囲気違う曲とかもあるんですけど、ボーカルのね、ジンさんの声がこう結構特徴的なんですよ。一回聞いたら忘れない声ですね、正直。うん。まあ、というわけでね、ヒーローが、明日復活ライブをするということで、で、かつ新曲も出すってことでね、ちょっと、新曲もちょっとチェックしていきたいところですね。というわけで、ね、こんなところで。じゃあ、そこ。